せーの、マリンパッパです。はい、はい、今回はセム購入編紹介、ターボが入って初購入品紹介です。ありがとうございます。前にもセムの購入品紹介をしたことがあるんですけど、はいはい、まあ、その時は美容系の購入品を紹介しました、はい、で、まあ、今回はインテリアや収納系をメインでいろいろと購入したので、はい、まあ、1点ずつね、はい、紹介していこうと思います。はい、でもテムめっちゃいいよね。めっちゃいい、安いしめっちゃいいね。だから今回は、うん、そのテムの良さを、うん、ターボにも知ってもらいたい。いや、まあ知れるかなそれ、ほんまに。あ、ターボお金ないやんか。だからもうめちゃくちゃ安いから、ほんまに。え、安い、これからほんまに。そんな安い、そう、使っていってほしいと思う、うん。で、まあ、今回、うん、あのターボの商品は、うん、ママナミラが選びました、うん、そう、僕にプレゼントしてくれる。プレゼントそんな感じやな。いいんですか。はい、ありがとうございます。で、うん、まあ、今回もお得なクーポンがあって、はい、概要欄のリンクをクリックか、アプリの検索バーのところに、まあ、ここに貼っておくんですけど、このコードを入力してもらうと合計1万5000円分のクーポンがゲットできるので、すごくない？皆さんもぜひ試してみてください。マジ？とりあえずね、今から1点ずつ紹介していこうかなと思います。はい、お願いします。じゃあ番組から1回目からいきます。はい、お願いします。まなみのに買ったか知らんから楽しみよ。まず1つ目、はい、こちら収納ラックです。なんかフライパンとかお皿とかそういうのを直せる、いいっすね、やつめっちゃいくな。それ畳めるんですか？これ畳める。あ、ここ取ればね、ここを、うん、あの全部これと上取ったら、あ、ね、こう畳めんねんけど、はい、まあ、これぐらいの長さ欲しから、だから言ったら長さも調節できるってことで、ね、そう、はい、でここあの留めるところも全部どこでもいいからバラバラで、うん、これめっちゃよくないですか？え、もらえるんですか？違う、これはまなみの。え、違う、これは家のフライパンとかをちゃんと並べるから。え、くれないんです？違う、ターボだよ、まだやから。ちょっと待って、いないやん、絶対に。ほんまにな、あんたち謎にフライパンめっちゃ多いから。そう、めっちゃ多いから、直すのがもう大変なの。で、ぐちゃぐちゃなって持てるから、これで並べてて、でももう一個欲しかったぐらいは1800円。1899円かな。ちょ、なったらもうさ、なんか手伸びの、じゃあほんまに誰だ、なんかさ、まだうさくさくなるからさ、やめて。でも、1800円、1899円です。で、2つ目は、はい、パンツハンガーで。パンツハンガー、そう、これパンツハンガーで売ってたんやけど、まなみはこうマフラーとかさ、うわ、めっちゃいいやん、それ。そう、かけたいなと。まなみのパンツはここに飾らないんです。そのパンツちゃう。あ、違うんですか、すいません。そのパンツじゃない、申し訳ないです、すいません。マジで。じゃあ次、はい、リモコン収納ボックスです。リモコン、ここにリモコンを挿すの。あー、なるほどね。いいっすね、テレビのリモコンね、エアコンのリモコンね。そのいろいろありますもんね、部屋の明かりとか。そう、いいよ、いいっすね、めっちゃ良くない？290円。なんだかよ、そんなのやめて。いやこれだってもうほぼ原価じゃないですか。だってこれ、299円、安い、原価、うん。次、はい、ティッシュボックス。ティッシュボックス可愛くない？色、これ結構一番お気に入りかも。マジ？うん、確かにこの感じがめっちゃ好き。はい、次、はい、メイクブラシクリーナー。え、メイクのあのブラシあるやんか、はいはい、の洗濯機みたいな感じだね。今そんなあるんですか？よくない？ここに入れて、そう、入れて電源つけて、うん、でミーみたいな。メイクのブラシってやっぱ洗った方がいいからさ、せやな、肌とかに、うんうんうん、よくないやんか、洗わんとずっと使ってたら、うん、だからこれでミー、うわ、それ風も欲しい、ちょっと買おう。次、はい、じゃーん、ディスペンサー。あら、かわいい。ディスペンサーいいよ。これ6個入ってるんですけど、まあ、綿棒とかさ、うん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 、コットンとか、うんうんうん、まあ、ヘアゴムとか、うん、そういうのをこう入れるなと思って、おしゃれな家になるんじゃん、感じ。頼みました。かわいいやろ。かわいい、かわいいよな。めっちゃいいっすね。こういう
これ E サイズってな、地味売ってないんやん。そうやね、このサイズいいやんな。あ、いいね、かわいい。ちょっと俺もサイズもうなんかさ、俺キャラモンみたいな。なんや、多分ね、こういう品紹介とか慣れてないからさ、どうしていいんか、どうしたいやろとりあえず、喋っとこうとか言って、いろいろ喋ろうとしてるけどさ、黙っときましょうか。もうドッキリか、なんかそんなしかしないから。いやいやいや、でもディスペンサーいいっすよね。いいね、次行きます。はい、次、はい、じゃーん、香水ラック。うわ、買いましたか。とうとう買いました。いつか買うと思ってたよ。香水をここにね、並べるの。これ結構楽しみにしてた、うんうんうん、早く並べたいな、並べたいな、これは。次、じゃーん、手打ってもすごいな。何それ。これ結構カサカタ。違うよ、これトイレットペーパーなんかさ、トイレットペーパーってさ、うん、棚の上とか、うんうん、なんか、まあ別のとこにある、はいはい、でもこうやってこう置いてたら楽やなと思って、うん、楽やし、おしゃれって取って、おしゃれ、うん、と思って、ちょっと買ってみようと思って買ったけど、めっちゃ良かったね。欲しい、うん、欲しい、うん、これもまなみの買うわ。これもまなみのいいやろ、うん、なんか最近まなみさん組み立ててたけど、めっちゃ簡単そうやったし。そう、簡単に組み立てれます。で、次いきます。はい、これ最後です。はい、じゃーん、はい、アクリルクリアストレージラックです。4段。お風呂場とかに置こうかな。お風呂にいろいろ化粧水とかさ。あ、はいはいはい、確かに。でもさっきのさ、うん、これあ、入れて、あ、いいよ、めっちゃいいよ。はい、じゃあこれぐらいで、はい、以上ですか。以上です。ふーさん、お願いします。はい、はい、ちょっとふーからいくな。じゃあお願いします。ふーはまず、じゃーん、欲しいよ。カーペットを、あのな、衣装部屋あるやん。衣装部屋の鏡の前に置こうかな。いいよ。え、マジで欲しい、これ。いいよ。何に使うねんって、さっきから。リアルにこれ欲しい。いやいや、ターボの家に合わんって、これ、絶対。しかもなんか、女の子用やし、ガチだね、やめてよ。マジで欲しい。めっちゃ気持ちない、ほんで。気持ちいい。生地。ふわふわしてるね。で、次。はい。これちょっとしてほしいよ、これ。これこれ紹介しようか、じゃあ。じゃーん、なんだと思いますか。これはマナミラのためにあった。そうやで、ね、もうやね。なにこれ、おばしない。ふうんちって絶対あのカンカンの飲み物置いてるんですよ、うん、それを入れるやつ。やビールとかね。だから、そう、ビールとかも一個ずつこうやってポン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 って、一個ずつポンってやったら前にポンって出てくるね、うん、あ、めっちゃいいやん。いいやろ、横向けたって。なんかこういうことやね。ビール1個で、ビール2個。そう、なんかなんでビールなん？ 3 個みたいな。なんで全部1個減ったらこう、2個減ったらこう、そう、こんな感じね。カンカンとかな。いいやん。ペットボトルとかも全然入れれると思う。だから冷蔵庫に入れるやつね。そう、冷蔵庫に。これはもうめっちゃ欲しかった、やっと見つけて。まさかテムに売ってると思わへんかった。で、次、しょーん、これも何の話考えた人すごくない？帽子のハンガー掛け。え、帽子。そう、これで、こういうのやねんけど、これに帽子挟んでこうつけていく。帽子ってさ、意外とさ、そう、収納困らん。どうやって収納したらいいか分からへんかって、ずっと鼻の上とかに、そう、ポンポンポンって置いててさ、これも型崩れしやんし、この感じやったら。え、これ欲しい。めっちゃいいやろ。買おう。俺も買いたい、これ。テストなかったやつってさ、余計よく見えへん。分かる分かる、めっちゃ。はい、で、じゃあ次。はい、じゃーん、カバンかけるハンガーです、これは。ショルダーとかね、ここにかけて。あーね、そう、かけて、しかもこれなんと回るんです。めっちゃ良くない？うん、回んのめっちゃ良くない？だから奥の取りたかったらこう回してさ、ね、回す、4個じゃなくて別に回さなきゃな。奥の取りたかったら回して、うん、取りやすいやろ、うんうん、そう、めっちゃ良くない？あの、ベルトとかもかけれるね、だからここに。ベルトとか、何でもかけれる。次、これまだでも絶対欲しいと思う。ちょっとあげようか。まあ私らよく旅行に行くじゃないですか。で、その時に靴を持っていくやん。その時のバッグめっちゃ良くない？いつもレジの袋とか普通の袋に入れてるんやけど、そう、ビニール袋を入れんねんけど、やっぱすぐ破れたりとかぐしゃぐしゃなったりとかすんねんけど、これやったらさ、
何が入ってるかもすぐ分かるし、靴入るでも、いや、これが入る、ブーツはちょっとあれやけど、うん、スニーカーとかサンダルとかそんなのは入る。サンダルとかいいな。で、次じゃーん、えらいでかいバッグですね。これバッグではありません。あ、わかる、わかった、何と思う。洗濯物。正解です。こんなおしゃれな洗濯物見たことないやろ。ない。なあ、もうずっと探しててん、こんな感じの。もうずっと探しててんけど、やっぱないんよ、このカゴ系の洗濯バッグって。やっと見つけました、やっと出会いました。洗濯物をここに入れるとか、ね、そうそう、おしゃれじゃない。やっぱさ、洗濯カゴって生活感出るやん、うん、だからこういう可愛いのをずっと探しててん。で、これ風最後かな。じゃーん、ゴミ箱。ゴミ箱そんな反応すい。ゴミ箱はさ、こういうことね。そう、よくない。これどこに置くの。お風呂場。あ、お風呂場のゴミ箱がさ、もうめっちゃちっちゃいやんか、うんうん、だからそれを大きいのに変えたくて探しててんけど、うんうんうん、めっちゃチャッチーのしかなかったよ、うん、こういうの。確かにピョンってしてるって楽やな。以上です。はい、はい、じゃあ最後ターボの。僕の商品あるんですか。一つ目、はい、時計。これめっちゃいいね。これめっちゃいいねんね。ちょっと待って、今これ繋がってないからあれやけど、うん、光るねん。何に、何、どう、七色に光ります。七色に光ります。七色に光る時計。光ります。これから僕ん家の時計が七色に光ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、次、これ多分めっちゃ好きそう。好きなん。いいんすか。え、もらえるんすか。なんでそれだった。めっちゃ好きそうじゃない。あ、でもいいっすね、いいっすね、いいっすね。これ選んでくれたんっすね。これ選んでくれたんっすね。しかもさ、TikTok ライブするやん、はい、あ、そうやね。だからこういうの後ろ背景であったら、あ、貼っといて、かっこええやん、ライブでね。そう、ライブで背景にしといたらいいわけだ。そう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 、あ、確かにいいと思う。かっこいいやろ。確かに。あと次は何がありますか。じゃ次いきますね。はい、次お願いします。なんすかそれ。ちょっと待って、なんすかそれ。はい、これね、はい、壁パネルです。壁パネル。これもな、だからあのライブするときとか。そんな背景、ライブするときの背景用に。そう、日によって変えていくっていう。あそれ用に買ってくれたんですか。待って、ちょっと待って、少ないように思えるんですけど。違う違う違う、何枚ある。本だけめっちゃ入ってる、30万入ってるもん。30枚入ってる。30枚あるから。じゃあ僕んちのカメやったら、まあ1列に10枚として、あの3枚横にしかならないんですね。1面だけ、1面だけこれ使える。ああ、そういうことですね。1面の上だけ。まあ確かにちょっとね、うん、自分が座ってる範囲だけいけるやん。そう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 。いいやん。めちゃくちゃおしゃれなやつもらいました。おしゃれやろ。おしゃれやろ。次、はい、最後、最後、最後。なんで、なんで、なんで、なんで。ちょっと待って。俺時計、レインボーの時計とこの壁紙と、その壁紙、その壁紙に飾るやつって、待って、俺だけ少なくないですか。そのだって8個ぐらい頼んでますよね。社長で、副社長がその6個ぐらい頼んでますよね。僕何個、これ何個なんで。4個。まあまあまあ、そうっすよね。そうっすよね。僕なんか4個でいいっすよね。お願いします。最後、最後お願いします。じゃあ、これ鳴らすか。これちょっとつけたいな。つけよう、つけよう。じゃーん。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待って、電気消してみよう。電気消してみよう、消してみよう。せーの。おお、見て。おお。じゃあこっちも消してみよう。こっちも消そう。こっちも。ほら、あ、でもすごい、すごい、やばない、めっちゃ光ってるやろ。めっちゃすごい。
ほら見て、めっちゃすごい、めっちゃすごい、かっこいいやん、ほらこれもライブよ、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 ライバーやから、ライブライバーやから、これで頑張ってください。え、いいんや、めっちゃ良くない、え、これめっちゃいい、これで全員のんが終了です。はい、よかったやろ、テムテムで全部小物が揃うってことやね。そう、え、ほんまにこれだけじゃなくて、うん、めちゃくちゃいろんなあるからな、今回はインテリ系やけど、もうほんま何でもある。てか最近さ、ふうさ、なんか欲しいもんさ、ネットで調べ、検索したらすぐテム出てくる、テムが最初に出てくるね、可愛いね、またそれが、うん、はい、こんな感じで、はい、まあ、今回購入品紹介でした。はい、で、まあ、最後にもう一度言っておくんですけど、まあ、今回お得なクーポンがあって、概要欄のリンクをクリックするか、アプリの検索バーのところに、まあ、ここに貼っときます。このクーポンを、まあ、入力したら合計1万5000円分のクーポンがゲットできるので、皆さんも、はい、ぜひしてみてください。はい、まあ、このね、商品も、ね、いいなと思ったらみんなぜひ買ってみてください。はい、はい、え、どれが一番良かった、じゃあ全員で言おうや、君にどれか、これやな、決まりました。はい、いいですか。はい、せーの、な、1個やって、1個、これ迷うもん、いくで、せーの、おお、香水立て、香水立ての楽しみにしてたから、ふうはこれもうずっと探しててやっと巡り合えたから、たぶん何でそれいや、僕はもうほんまライブ配信で一番目立つ色を醸し出してくれるやつですよね。確かに、でもめっちゃ良くない、ライブ配信でこういうのライブになってる人目つくもんな。最近多分マイクも買ってたし、はい、いや、あ、そうなん、はい、もうライバーやん、ライバー、はい、いいじゃないですか、ライバーのタブです、はい、嬉しい、これ、はい、こんな感じで終わりたいと思います、はい、バイバーイ、バイバーイ、テム、使ってむね。I was all alone before I met you. Heartbroken, all up in my chest. And had me thinking, damn, all I really needed was some glue.